隊長龍の今日のご飯。はい、どうも隊長龍でございます。今日もですね、隊長龍の今日のご飯をやっていきたいと思います。今日はですね、中華ですね、初登場じゃないでしょうか。チャーハン、手作りチャーハンでございます。餃子の方もですね、手作りなんですけどもね。はい、チャーハンいただきます。これ実はですね、結構冷めちゃってるんですけども、それでもね、パラッとしてる美味しいチャーハンでしたね。グーです。次、手作り餃子でございます。はい、醤油、酢、ラー油をですね、直接かけちゃいました。隊長、めんどくさがり屋でございます。結構ね、肉メインのね、餃子でした。グーです。美味しかったです。またチャーハン行きましょう。これね、チャーハンと餃子の無限ループ始まっちゃいましたね。はい、次ですね、こちら何でしょう。中華風ですね。こちらも中華風のサラダでございます。美味しかったです。グーです。餃子、餃子はね、まずい餃子ってないですもんね。はい、美味しかったです。きくらげ入りのスープでございます。グーです。全体的にね、中華でした。ごちそうさまでした。今日はチャーハンと手作り餃子でした。また見てね。バイバイ。